はい、皆さんこんにちは、ヒカルです。今日はですね、前回引き続きまして、音作りの方の続きをしていきたいと思います。今日は実際にアンプを使ってですね、実際に音を出して、音を出しながらですね、音の方を作っていきたいと思います。それでは早速いきましょう。はい、それではですね、実際にアンプを使って音を出していきたいと思います。で、今回はですね、本当にメタルなサウンドを意識しましてですね、私の方もピックアップのね、高さの方を変えました。この変えたことによってですね、本当に欲しかった、中低域が出ましたね。はい、そのセッティングをですね、じゃあどのようにしたかと言いますと、まあ、あの後ですね、見直しましてセッティングをちょっと変えました。なぜかというと高音域が強いんです。で、ちょっと、高音域を控えめにして低音域をこうブイブイ言わせたかったので、こういうセッティングにします。はい、こう見てですね、このリアとフロントなんですけど、6弦から1弦に対してですね、ピックアップの方はまあ普通平行なんですけど、私の場合ですね、まあ高音をまあ、キンキンするの嫌なので下げて、低音の方はこっち6弦側音の方ですね、音をこうズン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 こう来る低音中音域ですね、響かせたかったので、こういう、まあ、極端に言うとこういうようなね、斜めなセッティングにしてます。はい、これでですね、実際じゃあどのようにですね、歪みサウンドを作っていくのかっていうのをやっていきたいと思います。はい、ではですね、まあ早速作っていきたいんですけど、こちらをいじる前にですね、できれば、まあ、可能であればもう一つやってもらいたいことがあるんですけど、まあ今回ですね、私の方ではちょっとできないんですけど、できればですね、YouTube の方でこう検索してですね、シールドに関してもですね、ちょっと比較動画を見てほしいです。シールドによってもね、本当にね、かなり変わるんで、特にあのモンスターケーブルとかなんてね、もうローミッドですんごくもうブイブイ来るんで、本当になんかもうギタリストがモンスター使って、ベーシストがなんかこうベルデン使った方がいいんじゃないっていう感じがしますよね、個人的にね。なのでね、シールドによってもね全然違うので、せっかくいいピックアップつけてね、シールド変なのつけたら本当にもうフラット以下になってしまいますのでね、本当ね、そこから意識してほしいと思います。じゃあですね、まずエフェクターなんですけども、使ってるエフェクターはまあオーバードライブ系含めて、まああるんですけど、今通してるのはですね、まあノイズが出れば困るので、ノイズサプレッサーだけは通してます。はい。で、まずですね、じゃあ早速作っていきましょう。で、歪みサウンドを作っていきたいと思います。で、まず一番最初にですね、合わせてほしいところは、ゲインですね。やっぱり一発目ね。で、早速じゃあゲイン調整していきます。で、アンプがですね、トレブル、ミドル、今ベース全部下げてるんですけど、これをちょっとつまみ上げないと音量が出ないので、とりあえず今ですね、ちょっと全部12時にします。はい、じゃあこの状態でゲインの方を上げていきたいと思います。で、調整の仕方はですね、歪みっていうのは、ある域になると、そこからは非常にもういらない歪みになるので、このすごいシビアなんですけどね、まあ多分ね、大体時間で言うと3時くらいのところがいい目安になるんじゃないかなと思います。で、若干ね、若干なんか、足りないなっていうくらいがいいかな。音粒ぞろいもいいですね。それ以降は、ギターソロの時に、ドライブ系をですね、歪み系をブーストさせて、使うっていう考え方の方が、いいと思います。
では早速ですね、ゲインの方を上げていきます。ですね、まあ聞いて分かる通りちょっとねヘビメタ系早弾き系であればちょっと足りないですね。ちょっとブルージーな、歪みになってますので、もうちょっとね上げていきたいと思います。で、私のですねこのヘッドはですね、ブゲラのヘッドを使っています。もともとですね5150のマーク2使ってたんですよ。であれがすごく気に入ってたんですけど、パワー管とプリ管が壊れてしまって、直したんですけど、元の音は返ってきませんでしたね。なので、ちょっと手放しまして、まああるんですけどね、手放しまして、5150を真似て作った、パクって作った、作りましたヘッドみたいなのがブゲラなんですね。はい。なのでもうほとんど変わらないんですよ。レゾナンスもついてますしね、はい、ちなみに333の XL です。でチャンネル、まあ3チャンネルついてるんですけど、今下の方を使ってます。こっちはですねあの歪みが弱いんで結構フルになるかもわかんないですけど、まずちょっと上げていきますよ。はい、今はですね3時です。でまずちょっと上げてみましょう。あ、すいません、間違えました。今、ベースだなってた。原因ちょっと3時にします。方も揃ってるんじゃないかなと思いますね。全体的にね、高音域も低音もで全体で弾いた時の音も、このぐらいがねおそらく限界といいますか、綺麗に出る、調整だと思います。ここからの息はですね正直もうちょっと上げたいんですけど、先ほども言った通りそこはですね、歪み系のエフェクターで、ブーストをかけるっていう考えでいてください。はい、次はですね、トレブルですね。こちらの方をやっていきたいと思います。はい、すいません。ですね、めちゃくちゃトレブルって言ったけど、間違えました。原因の次はミドルです。ベースとちょっとトレブルをゼロにして、ミドルもゼロにします。原因調整が終わりましたら、次は上げていくところはミドルになります。はい。まあ、音の、そうですね、作り方、まあ、考え方なんですけど、まあ、ギタリストなんで、バンドをですね、自分個人ならいくらでもいいんですけど、手を上げようがいいんですけど、バンドと、バンドやってる方はですね、バンドとしての音作り、っていうのをしていかないとなりませんので、ギタリストはですね、低音をですね、上げすぎてしまうと、ベースの方の、高音域とぶつかりますので、要は帯域がぶつかりますので、それを意識して作る必要があります。はい。まずはですね、じゃあミドルを上げていきましょう。ミドルを上げることによって、こう、前に出ていくようなね、イメージ的には感じなのでミドルを上げていきます。まあおすすめはですね、まあ結構皆さんギタリストフルテンの人多いんですけど、フルテンだとねさすがにちょっと帯あんまりにもね上げすぎがちょっと帯域がちょっと出すぎるかなって感じがするので、まあ時間で言うと3時から5時ですね。だいたい3時くらいが多分いいとこじゃないかなと思います。で12時くらいだとね逆にこう埋もれてしまう感じがするので、弾いててもちょっと
何をやってるかちょっと分かんないような感じがしますので、ミドルの方は、ね、まあ結局は好みなんですけど、おすすめはですねやっぱり3時くらい、10メモリやったら7くらいですかね。って気がしますね。あとはね、その、まあ、ブギラに関しては、まあ、7くらい、3時くらいがちょうどいいんですけど、ものによってはですね、まだ足りないっていうのもあるかもわからないんで、一途にね、こことは言えないんですけど、ブギラに関してはこのくらいですね。でちなみにフルテンだと、まあ、好きな人は好きなのかもわからないけど、ちょっとね、まあ俺あのこう見えても控えめな性格なんでいやなんか地元の人に嘘だろうって言われそうな気がするけどとりあえずまあ3時くらいにしておきます。はい、次はじゃあいよいよですね、注意器合わせたので次は高音になります。はい、次はですねいよいよ、ゲインでミドル合わせたら次はですね、いよいよ高音になります。まあトレブルですね。トレブルの合わせ方としては、まあ、多分これがね一番こう簡単じゃないかなと思うんですけど、意外に奥が深いのがこれでもあります、まずトレブルのまあ目安って言いますかね、ここがいいっていうところはですね、やっぱりこうバンドで演奏しててまあ、私個人的にもですね、もう好みの音はですね、大体11時くらいなんですよ。それ以上上げると硬いんで、いやすごく嫌だなって気するんですけど、でもね、そのくらいだと、埋もれてね、わからないんですね。なので、そこはですね、やっぱりこう、音を抜けさせないとならないので、ブギラに関しては、1時くらい。多分ね、硬いけど、このくらいじゃないとね、こうやって聞いたときは硬いんですけど、実際こう、スタジオに入ってみんなで合わせるとね、ちょうどいいくらいなんですよ、これでね。大体このくらいでいいと思います。これはちょっとまあ簡単だったかな、うん、でもね先ほども言った通り高音域がね一番そうですね難しいような気がしますよ。これによってこうねやっぱり聞こえ方も全然違ってきますからね。要はその同じ高音域でも聞ける高音域といや痛い痛いっていう高音域がありますのでね、これはもうスッてできるけど結局一番最後に悩むところなんでね、まずは今回はですね、トレブルの方は時間で言うと1時に収まりました。大体このくらいでね、いいと思います。音抜けを演奏した時にちゃんとはっきり聞こえてれば OK です。じゃあ次はいよいよこれにですね、大体できた音に対して低音をつけていきたいと思います。それではですね、次はいよいよ最後の低音になります。これによってですね、全然違ってきますんで、ね、この今のミドルとトレブルのセッティングをに対して今度低音がついてきますんで、ここでね、マイクで拾ってるんで、多分これラインとね、ライン取りすればちょっとね伝わるのかもわかんないですけどね。のスタジオに多分ねいてこう聞けばね、おお結構ズンズン来るな、腹にこう来るような感じで
のサウンドになります。なのでまずベースの方をね上げていきたいと思います。これもですね意識してほしいのはあまり上げすぎるとですねベースの方の帯域にぶつかりますので、それをですね意識して上げてほしいです。モコモコになりすぎても全然いい音しないんでね、あのベース上げたからこうズンズンくる、こう腹にグッグッてくるような音になるかって言ったらねならないんですよ。なのでそこはね勘違いしないでください。まずはね上げていきます。で先ほどはちょっと私試したんですけど、これでねズンズンくる低音域はですね12時で十分かな。このくらいで結構ねいいですよ。これでもボリューム上げたらねかなりズンズンきます。きませんね、これね接触がねすごく悪いんです。低音を上げていって、まあ、本来であればですね本当スタジオでやった方がねより分かりやすいとは思うんですけど、まあ、一人でやるのはちょっと、まあ、難しいかも分からないですけどね、まあ、低音はですねこうこれ以上上げてしまうと本当にベースの帯域にね当たってしまうの でせっかく作ってこう輪郭付けもね台無しになってくるので、それをですねちょっと意識しながら聞きながら上げてくださいな。あまり上げないのもですね本当にもう軽いサウンドになってしまうので、上げながら聞きながら上げながら調整してみてください。はい、このような感じです。どうでしょうかね。ちょっと簡単ではありましたけど、はい、参考になれば嬉しいですね。はい、でですね次はまあ実はこれで終わらないんですね。まあこれでまあヘッドの方は終わったんですけど、実はですね最後に、非常に肝になる、隠れキャラがねいまして、そいつを使うことによってですねまあより完璧なサウンドになるんでね、次回はですね、その隠れキャラがねエフェクターボードの中に入ってますんで、そちらのね紹介と使い道ですね、どういう風に使ったらいいのかっていうのをですね次回パート3の方でですねご紹介したいと思いますので、パート3の方もぜひご覧になってみてください。長い動画でしたね今回ね。はい、もう最後まで見てくれた人は本当にありがとうございますね。はい、もう本当に参考になればね嬉しいと思います。こういつかねこうねちゃんとこうインターフェースもねいろいろこう揃えてねちゃんとこうねやりたいと思いますよ。はい、
まあ、登録者もですね、まあ、1000人超えないとほらあのライブ中継ってできないんでね、1000人超えたらね、まあ、ぜひもうライブ中継もね兼ねていろいろねこうライブでこうガーッてやってみたいと思いますので、えぜひあのチャンネル登録の方もですねしていただけたらなと思います。今日は本当にねありがとうございました。じゃあ次回楽しみにしてください。はい、ナルでした。